はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、僕も何度も動画でお世話になっている豚星さんがなんと朝9時から11時までとモーニングの営業を再開いたしました。なので今回は豚星さんのモーニング営業でラーメンと禁断の果実という2種類のラーメンをいただいてまいりました。僕自身もちょっと豚星さんね、行くの久々でもうめちゃめちゃ楽しみだったんですけど、やっぱりね、半端じゃなくうまかった。ということで説明はこのあたりで、早速ね、本編の方へどうぞ。
Thank you.
はい、ということでいかがだったでしょうか。豚越さんのモーニング営業のラーメン、これね、もう朝一でしか食べれないんですよ。もともと豚越さんの営業時間、中休みがなくて11時から夜までずっと営業しているので、夜になればなるほどスープも詰まってね、毎回行くたびに少しずつ違う美味しいスープがいただけるんですけども、朝一非乳化スープ、僕は初めてでして、めっちゃ美味しかった。スープ飲むでも止めなきゃって思ったんですけど、なかなかね止まらないぐらい、もうぐいぐい飲んじゃってた。もちろん乳化してるスープに比べると飲みやすいし軽い印象ではあるんですけれども、豚のお肉や骨の旨味や甘みがギュッと詰まっているので全く物足りなさはないですし、むしろねもう満足感がすごいんですよ。これね、二郎系が好きな方、まだ食べてない方はぜひ豚越さんのモーニング行ってほしいですね。モーニング営業の際に販売しているメニューに関しては、豚越さん公式のツイッターの方でメニューを公開しておりますので、気になる方はそちらもご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。